年月不明、岩本貞昭和十六年七月十四日は、日本の哲学者、夏目漱石の三四郎に登場する広田先生のモデルであるとする説がある。氏族の長男として、鹿児島県に生まれる。千八百八十九年に、鹿児島高等中学増士館を卒業後、千八百九十一年、第一高等中学校本科を卒業、千八百九十四年に、 東京帝国大学文科大学哲学科を卒業。ラファエル・フォン・ケーベルに指示。大学卒業後は、大学院に在籍しつつ、浄土州高等学院でドイツ語と哲学を、高等師範学校で哲学を教える。1899年から第一高等学校でドイツ語を教える。極めて採点が厳しい名物教授として知られ、 安倍義成や山本雄造もまた岩本の採点により、落第の浮き目を見た学生の一人だった。学習院高等科時代の志賀直也に、家庭教師としてドイツ語を教えていたこともある。また、一校では、哲学の授業も担当し、授業の冒頭で延べかつ教科書の表紙に書かれていた、自身の言葉、哲学は個人の有限をもって、宇宙を包括せんとする気となりがある。著書は、 没後に編まれた哲学概論。哲学費が横浜市鶴見区の総持寺の墓所に建立されている。主な蔵書は鹿児島大学岩本文庫で所蔵されている。弟の岩本木は沖縄県知事、鹿児島市長。岩本六は建築学者。洋画家藤島武次は父のいとこにあたる。ありがとうございます。